どうも皆さんこんにちはチャクバスです本日はですね空港ラウンジサービスであるプライオリティパスそれとラウンジキーに関してなんですけども ana ラウンジがですね今後利用することがねできるようになるそうなんですよね本日はこちらの解説ですねしていきたいなというふうに思っておりますこちらはですね本日ね twitter で話題になりまして私もね知っ わけけなんですけども本当にねまさかですよねまあおそらくですね ANA の方はですねかなりね経営大変っていうふうになりますんでその一環かなっていうふうに私は思っているわけなんですけども ANA はですね2021年4月現在ねプライムポイント2倍キャンペーンもね行っておりましてこれからねセーフ CC をね予定されている方もねいらっしゃるかなっていうふうに思いますので人によってはですね今回ねプライオリティパスラウンジキーでですね ANA のね 国際線だけにはなるわけなんですけどもプライオリティパスもしくはラウンジキーでね入れるようになるということでまあ見直す方もですね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますのでぜひね最後までねご覧いただければなというふうに思っておりますまたですね個人的にはですね今回プライオリティパスまたラウンジキーでですね ANA ラウンジね羽田空港と成田空港をね利用することが今後ねできるようになるわけなんですけども今回の発表を受けてもですね SFC 使用ですねまあされて でもいいいののではないのかなかっていうふうに個人的にはね思っておりまして、まあ、その理由についてもですね最後にね話したいなというふうに思っておりますそれではまずプライオリティパスとラウンジ機でですね ANA 国際線の ANA ラウンジね利用することができるわけなんですけどもこちらはですねあくまでね本格導入ではないようなんですよね。というのもこちらはですねプライオリティパスのラウンジのね詳細になるわけなんですけども。 ソフトローンチっていうねちょっとこれ読み方合ってるかわかんないんですけどもそう書かれておりますよねこちらね検索して意味を調べるとですねちょっとね読み上げさせていただいちゃいますけども新製品や新サービスの販売に先駆けて限定地域対象にのみね試験的に公開すること問題点の洗い出しや修正を目的とするっていうね意味らしくてですねこれを見るとですね本格導入ではねおそらくなさそうなんですよねもしかしたらですね今ね こんな世の中ということで国際線ね利用することができないのでまあ試験的にね導入ししていいるだけかもしれないんででですすよねですので今現在はですね ANA ラウンジねプライオリティパスラウンジキーでね利用することができるわけなんですけどもまあ普通にね国際線乗れるようになった時にですねこれが本当に利用できるかどうかっていうのはですねちょっとその時になってみないとですねわかんないのではないのかなっていうふうに思っております。 それでは次にプライオリティパスラウンジキーで使える ANA ラウンジの 場所についてなんですけども羽田空港に関しては出国審査後第3ターミナルの ana ラウンジ成田空港は出国審査後の国際線サテライト後の ana ラウンジっていう風になっておりますここで一つね注意しておいていただきたいのは羽田空港はですね第2ターミナルと第3ターミナルね分かれておりますよねでこのプライオリティパスラウンジキーに関してはですね第3ターミナルが対象のねラウンジっていう風になりますのでこれね第2ターミナルの ana ラウンジはですね利用することができないんですよねまあこの点はですね注意しておいていただきたいなっていうふうに思っておりますでですね詳しい場所に関してなんですけども羽田空港の場合はですね 第3ターミナルの ANA ラウンジ4階の110ゲート付近ということで多分ねここになるのではないのかなっていうふうに思っております。でですね成田空港に関しては国際線サテライト後の ANA ラウンジ4階の53番ゲート付近ということでおそらくねこちらになるのではないのかなっていうふうに思っております。 で,ですねこの場所に関しては参考程度にね見ていただいてもしね今後国際線で利用する場合はですね詳細ね確かめてから利用ねしていただきたいなというふうに思っておりますというのもですね2021年4月現在ですねどちらの ANA ランジもですね閉鎖っていうふうになっておりましてどちらもねスイートランジに振り替えみたいな感じでね今現在利用されているみたいなのでまあ、今後ですね利用する際は確実にね公式サイトでチェックしてからですね利用してみていただきたいなというふうに思います。 思っております。 いいうことでで今回の発表についてですねかなりねびっくりしたわけなんですけども個人的にはですねまあ今回のね発表を受けましたけども SFC 修行ですねされた方がいいのではないのかなっていうね個人的意見なんですけどもまあ本日ですね ANA のダイヤデスクにたまたまね連絡する用事がありましてまあついでにね聞いたわけなんですけども ANA ラウンジがね利用できるっていうのは間違いなくね本当ですっていうことでまあ確実に利用できることはね間違いないっていうふうになるわけ わけなんですけども念押してね。すごい言われたのはですね。混雑時には利用することができません。っていうことなんですよね。まあ、これね、本当に念押ししてね。言われたっていう風になっておりまして、こちらに関してはですね。プライオリティパスのホームページにもね記載があるわけなんですけども、混雑していたらですね。プライオリティパスであってもランジキーであってもですね。この ana ラウンジね。入室することできないんですよね？ 私の動画をねずっとね見ていただいている方は、まあ、私はね2019年にダイヤモンド修行で羽田空港成田空港をね利用させていただいたわけなんですけども羽田空港であっても成田空港であってもですね ANA ラウンジってほとんど使ってないんですよねプラチナステータスで入ることはねできたわけなんですけども羽田空港ではティアットラウンジもしくはティアットラウンジアネックスをね利用しておりまして成田空港ではユナイテッド航空のねラウンジをね利用してたわけなんです なんですよねというのも ANA ラウンジっていうのはすごいね混雑するんですよね本当にひどい時は 座るる席をねね探すすぐらい混雑してるんですよ、ね、逆にね混雑してない時なんてねあるのかなっていうふうに思っちゃうんですよねでですねこの今回使えるようになるっていうねプラウティパスであってもラウンジキーであってもですね混雑していたら入室することができないっていう感じなんですよねでですねこんな世の中にねなってしまったっていうことはまあ、今後ですね ana ラウンジもですね ある程度、ね、利用人数の、ね、制限とかもおそらく入るだろうなっていうふうに思いますのでこのねプライオリティパスランジキーで ANA ランジにね入れるっていうのは、まあ、結構ね可能性としてそこまでね多くないのではないのかな 思っちゃうんですよねそうなってくるとですね ANA のステータスね浮遊されている方にもちろんね優先的に入れるようになると思うのでちょっとね利用しづらいのではないのかなっていう風に思ってるんですよねもちろんね、ANA のね、国際線のラウンジがね利用できるっていうのはねかなりねすごいことなんですけどもまあ、そんなにですね利用できるチャンスっていうのはですねそんなに多くないのではないのかなっていう風うに思ってるんですよねまたですねもちろんこのプライオリティパスに関してもラウンジキーに関しても ANA、ね、仮にね ANA ラウンジが混雑して ANA ラウンジにねプライオティパスラウンジキーでね入れなかったとしてもですね ANA が特に他のラウンジをね用意するみたいなね対応は行わないっていうふうに思いますのでこうやって考えてくるとですね ANA のねステータスは保有しといた方がいいのではないのかなっていうふうに思うわけなんですよね。 まあ今回のね、この発表に関してですね、結構ね、いろんな意見ね、あるかなっていうふうに思いますので、ぜひね、こちらの動画ね、見ていただいている方、コメントね、いただければなっていうふうに思っております。まあ、私個人的にはですね、まあ、今回ね、ANA ラウンジね、プライオティパスラウンジキーでね、利用することがね、できるわけなんですけども、まあ、それでもですね、ANA のステータスはね、保有しといた方がね、無難なんではないのかなっていうふうに思っております。 今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった a n m マ l ル、1 0 m i l ルお得情報、クレジットカード、マリオットモンブルホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。